ハーバーサー監督しました佐藤と申します。本日はお越しいただきまして、ありがとうございます。これから、森達也監督と、少しお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。森監督とは一昨年ですか、釜山国際映画祭で、お知り合いになって、そこからもう本当よくさせていただいているんですけれども、そんな森監督にもう早速本作をどう見たのかっていうのを伺っていきたいと思います。こんにちは。こんなお天気のいいお休みの日になんで昼間からこんな映画を、ね、見るんだろうって不思議なぐらいで、でもいっぱい今日入ってくれて本当に嬉しいです。今佐藤監督からの、ね、お話あったように、2年前ですね、釜山映画祭にフェイクで呼ばれて、で3日目か4日目にホテルで朝食をとっていたら、なんかいきなり体のでかい日本人みたいなのがそばに寄ってきて、森監督でしょうかって言われて、どしいなと思いながら、そうですねって言ったら、佐藤って言いますって、僕の映画も今回上映されるのでぜひ見てくださいって、なんかもらったんだよね。そう、チラシかなんか、はい、でチラって見たらなんか死刑がうんぬんみたいに書いてあって、またそんな映画かと思ってで、まあ死刑も反対みたいな、そういうなんか映画じゃつまんないなと思いながらも、でもまあはいはい、分かりましたって言いながらね、もう冷淡に、すごい普段もう本当に高圧的ですからね、多分嫌な思いしたと思うんですけど、で、いなくなってから、まあでもそうは言っても日本人で映画祭に行くとそんなにないし、まあ、一応こんな機会じゃなきゃなかなかね見れないので、じゃあ見ようかなと思って足を運んでみたら、もうとんでもない、死刑反対か賛成かって、そんな映画じゃ、そんなレベルじゃないですよね。なんかもっと人間の存在尊厳、あるいは僕が一番感じたのは個人と、まあ、組織といえばいいのか、あるいは社会って言い方をすれば共同体ですよね。個人だけでは生きれない、でも社会の中にね、子として帰属して生きるといろんなルールがある、習慣がある、もちろん法律もあるし守らなきゃいけないこともあるけれど、でも人それぞれ違いますから、でもやっぱりルールとか法律はそれを全部押しのけて一緒にしてしまう、そこに絶対無理が生じる。まあ日常的なね、ゴミをここに捨てるのとか、分別しましょうとか、そのレベルならいいけれど、人が死ぬ殺される、そうしたことに関してはやっぱりそうした形で人から下にされてしまう、ある意味でしょうがないんです。やっぱり社会を選んだ以上は僕たちはそういうね、時には自分のまあ多少のわがままとか思いとか、そうしたものは我慢しながら抑え込みながら周りと調和を図りながら生きていかなければいけない、でもどうしてもやっぱりそれじゃあもう自分自身がもう維持できなくなってしまう、そんな瞬間も絶対ある。で特に僕は死刑制度だってそうだと思ってます。今この国は死刑というものを認めてます、つまり合法です、合法的に人を殺してるわけでね、それはもう国民の今8割強の人たちがそれでいいというのならある意味で仕方がないかもしれない、でも同時にやっぱりそれは辛い、だって僕の税金が使われてるわけですからね、また明日税金じゃないけれど、もしかしたら、まあ、去年年末3人2人か2人処刑されましたけれど、彼らが吊るされたロープの繊維の一本の何分の1かは僕の税金かもしれない、ということは僕は殺害に加担していることになるわけ でもちろんそれに対して、いや人を殺害してやつだから殺害されて当然なんだとのロジックが成り立つとは思うけれど、その人にとってみればね、でもここで簡単にやっぱり押しなべて一緒にされたくないし、自分の思いだけは伝えたいしね、だからそうしたことを映画を見ながらいろいろ考えました。単純な善悪でもないし、丸か罰かでもないし、正義か悪でもない、否定と肯定でもない、だから佐藤監督自身のね、多分悩み反問、そうしたものが全部こう見事にストーリーに、
回収されていて形になっていて、まあ、見事な映画だなと思って、これちょっと冷淡にしすぎたなと思ってそれ以降親しくどっかでまた会ったよね。そうですね、あと台湾の映画祭、台湾でも、はい、アジアばっかりですからそうだ、台湾で2人で飲み行ったりしたんですよね、はい、だからそうした形で、できる限りこの映画の上映があれば何らかの形でバックアップしたいと思って保険できることがあればということで今日もこの場に来ました、今日本当に見終えてありがとうございました。で、まあ、本作なんですけれども、この映画を作ろうと思ったきっかけっていうのが、まあ、私にはありまして、まあ、その一つが、まあ、ある本を読んだということなんですけれども、まあ、その本が、弟を殺した彼と僕という原田正治さんの本を、まあ、偶然、目白の本図書館で、そのタイトルをこう見まして、もうスッと手が伸びて、まあ、その本を、まあ、10年以上前ですかね、読みまして、もう一気に読んでしまいまして、まあ、ちょうどその著者の原田さんと僕の地元が近かったっていうのがなんかその本に書いてあって、まあ、それで親近感を覚えてたのもあるんですけれども、まあ、そこから、まあ、そのやっぱりこの遺族の方でそうやって死刑を止めようとする方がいるっていうことを知ったっていうのが僕の中でとても大きなことでして、僕も結構こう何て言うんですかね、普段はそのテレビの仕事とかしてるんですけれども、まあ、テレビっていうのは結構なんか最初自分の中で構成とか狙いを取って取りに行くんですけれども、まあ、その中で現場に行くと全然違ってたりっていうことが多々あるんですが、まあ、その中でやっぱりそういうふうにこう細部を見つめていくと、こういろいろ自分が思っていなかったことが見つかるっていうことが僕にとってはこう何て言うんですかね、なんとかそれを形にしたいなっていう思いがあって、でそういう細部っていうのは結構グレーゾーンなんですね。こうさっき森監督が言われた悪か正義かとかそういうのではなくて、とてもグレーな感じで、成り立ってるっていうところを何かこう形にしたいと思って、作りました。でその中で、まあ、この被害者遺族の方を、こうモチーフにさせてもらったんですけど、まあ、その中で、森監督にも以前そういう被害者遺族の方について描くっていうのはとてもこうなんていうんですかね、懐かしいことである、もちろん僕は全然当事者ではなく第三者ですしということをお話しいただいて、その辺森監督はどのように被害者遺族の方の映画を作るっていうことに関しては何かできますかね。まあ、こうした見事な作品をもう作られてしまったのでね、だからそれは多分この作品見る前に言うべきことかもしれないけれど、視点ですね。だからもうあらゆるものは視点ですから、だからどっから撮るかで全然変わるわけです。つまり被害者の側から見れば現実はこう見えるけど、加害者から見たらまた違ったものが見えるし、もちろん第三者はまた違う視点ですね、違う世界になるし、どの視点を取るかで映画ってのは別に映画に限らないけど変わるわけでしょ。だからその時に被害者遺族の視点を選ぶということは、ある程度のつまり社会のコンセンサスもありますよね。被害者遺族はこうした形で今辛い状況にいるんだとかね、当然もう死刑は望んでるんだとか、だからそうした世界になってしまう。でも多分それだけを描くんであれば、まあ、撮る意味がないと僕は思うし、佐藤監督もそう考えたんだろうし、だからそのあたりをね、被害者遺族の視点から描くということを決意、つまり主人公を被害者遺族にしながらどういう世界になるのかっていうのは非常に難易度が高いのによくまあチャレンジしたなという、そういうことですよね。でそうですね、その中で、まあ、僕も、こうやって、描きまして、で、その中で、もともとちょっとその僕もう一つそのきっかけについてお話しさせてもらうと、もともと僕
の中でこう映画を作るときに大きなテーマがありまして、まあ、それは権力っていうことが大きなテーマなんですね。僕の作品が2作目なんですけれども、まあ、1作目の作品もその権力について描いてまして、でこの今権力っていうのは今なんていうんですかね、昔はこう強制的な権力だったのが管理監視型になったとか言われてたりしますけど、まあ、その中でその死刑っていうのは未だにこうとてもとてつもない権力といいますか、もう本当命令系の人の命を奪ってしまう権力ということ で、 そ、 うです、ね、そこでその点、その今もなぜそうやって死刑は機能しているっていうか、なぜ死刑はあるのかなっていうのを、何のためにあるのかなっていうのを一つ思いまして、そうですね、それを、まあ、映画の形にしてなんとかいろいろなこう自分の考えを含めて表現したいなと思ったわけです。でちょっとまた話が変わります。その死刑について、その僕がこの映画を作ろうと思った時にいろいろやっぱり資料等も探して読んだんですけれども、その中でなかなかその死刑について描いた本がなかったっていうのを思いまして、もちろんその森監督も出していらっしゃいますし、いろんな、ところなんていうんですか、あんまりこう流通が広くないところの出版でも出されている方はいるんですけど、僕が普通に、まあ、武蔵野市のあたりの図書館とかで調べようと思った時にそんなになかったなっていうのを思いまして、それはでその一つメジャーなので見つかったのが現代思想っていうので、森監督の対談も載ってたんですけど、それが2004年とか3年とかそれぐらいので死刑特集っていうのを組まれてたんですけれども、その中でそれ以降その死刑っていうのはいろいろ話されているのかなっていうのを一つ思って、なんとかこう死刑に対してこうまだ議論を深めれることができるんではないのかっていう思いからも制作しました。でその中で森監督もずっとその死刑のことについてもうずっと考えられていらっしゃると思うんですけど、ここ10年20年でどのような形で死刑に対して議論が進んでいるとか、もし何か日本では、はい、日本で何も進んでないですよやっぱりそれはなんていうか語りにくさっていうのがあるんですかね、それとも、やっぱり先ほどの文脈と少し被るけれど、なんか被害者遺族という存在がとてもクローズアップされたんですよね。これはだからまずサリン事件があって、次にあとは拉致問題ですね、拉致問題があり、さらには宅間守のあれはどこだっけ、小学校、池田小のね、事件とかで、おそらく20年以前前と今と比べた時に被害者の存在がとてもこう大きく、社会的に大きくなってきてる。それは別に悪いことじゃないんですけど、かって冷淡すぎたんです。それは明らかです。だから、社会的に関心を持つ、あるいは被害者の救済、心のケアとかね、法的にはどう保護されるべきかとか、その問題をみんな考える。これは全体に間違ってない。当然のことなんだけど、同時に萎縮も始まっちゃったんですね。つまり、被害者を傷つけてはいけない。遺族が嫌がることはしてはいけない的なね、メディア側がそうしたような動きをするようになって、社会的にもそれが伝播されてしまって、これ言ったらいけないんじゃないか、あれやったらいけないんじゃないかみたいな萎縮っていうものを同時並行で始まってしまい、だから結果的にはまあ以前よりも語りやすくなったところも若干あるけど、同時に非常に語りづらくなってしまったところもあるし、そのプラスマイナスで言ったら僕はマイナスの方が大きいかなっていう気はしてますけど、だから僕なんかもネットではしょっちゅうね、もう認否認とか人手なしみたいに書かれたり、最近減ってきたかな。でも
安田弁護士なんかね、安田修郎弁護士なんか本当にいまだに凄まじいですからね。まあ、ちょっと一般的に話しますと、世界的にはまさに死刑がなくなっている国が多いという現状があるんですけれども、その中で僕も上映をしてていろんなところを回ってて、お客さんとも話してたりして、なんか興味深いなということを聞いたんですけど、日本も死刑は、やっぱりその世界的な流れから言ってもやっぱ今後なくなっていくのではないかと言って、その中でやっぱり日本という国がその死刑に対してこう賛成の方が多い国である、そういった時にその賛成の方に対してどういうこう納得のさせ方というんですかね、こうどういうふうに説明すればいいのかっていうのが問題になるんじゃないのかということをおっしゃってて、ちょっと興味深い視点だなと思って聞いてたんですけど、どうですかね森さん、こう日本も世界の流れに乗ってっていうのは。まず世界がこうだから日本もって、僕はそういうのはあんまり好きじゃなくて、別にもうそれこそ日本だけが死刑尊重国になったとしても、いやちゃんとした信念とね意思があるんだればそれはそれでいいと思います。ただ僕は死刑がある理由がやっぱり未だにわからないし、別に世界に合わせましょうじゃないけれどね、やっぱり、人を殺すわけですから、それやめましょうというその一点に尽きるんだけれど、世界中どの国でも、まあどの国言い過ぎかな、ほとんどの国でも死刑廃止するときに国民投票もし仮に行ったとしたら、圧倒的に死刑廃止が多数を占めましたということはないんですよ。どっちかというとむしろ死刑尊重を望む声の方が大きいときに、まあ、政治権力がそれを押し切る形で、だからフランスが一番、まあ、最近だしね、一番高齢、最近といってももうミッテランの時代だから、まあ、20年以上前かですけれど、つまり人々はやっぱりどうしても不安と恐怖が強いから、死刑という抑止力にすがりたくなるわけですよね。死刑があるからこそ治安が保たれてるんではないかとかね、死刑という制度があるから悪いやつがこう出てこないんじゃないかという、だからそこを抑え込むのはなかなか難しくて、でも結局はまあヨーロッパなんかそうですけどね、ある程度強圧的に死刑を廃止すると世相が変わるんですね。やっぱりつまり治安は悪化しないから、だ結果としてじゃあ死刑なくてもいいんじゃないかという発想になると、僕ねテレビゲームに似てると思う、というかドラクエですね。ドラクエって最初の頃は今日年配の方多いからドラクエの話とかなんかでもドラクエはギリギリ大丈夫かもしれない。コマンドって言ってね、まあ走るとか曲がるとかするじゃない、リモコン、リモートコントローラー使いながらで飛ぶっていうのはないんですコマンド。ところが、ステージ15ぐらいになったらね、なんか飛行船かなんか手に入れて飛ぶことができるようになるんです。そうすると、飛ぶという発想が初めてできるんです。で同じことで要するに、ヨーロッパなんかではもう死刑、人を殺す、罰として人を殺すって発想がないですからね。だから一番僕はそれ面白いと思ったのは、皆さん覚えてるかな、ルーシー・ブラックマンさんというイギリスの女性が殺害された時に日本で、両親が来たんですね。来日して記者会見を行って、その時に彼らは極刑でっていうふうに言ったんですよ。で彼らは要するにイギリスの極刑っていうのは終身刑ですからね、死刑はないですからイギリスには。ところが日本のメディアはこれ死刑って翻訳したんです。だからなんかみんなね、ルーシー・ブラックマンのご両親はもう死刑を望んだっていうふうに解釈した人が多いけれど、それは違いますね。だから多分イギリスに住んでる彼らにはおそらくその死刑というデスペナリティって発想はなかったんじゃないかなという気はします。ただもしかしたらまあ日本に来てね、ああ日本で死刑があるのか、だったらまあ憎いその加害者を殺してほしいと思ったのかもしれない。ちょっとそこまでディテールはわからないけれど、でも多分人って自由意志でいろいろ選択してるので、実は意外とそうでもない、環境にすごく自分を合わせてしまうので、死刑がないっていう状態が続けばそこに違和感は多分なくなるんじゃないかなというふうには僕は思ってますけど。やっぱりその死刑を、まあ、支持といいますか、まあ存じと理由として被害者感情というのがあって、そこでよく言われるのが、まあ、自分の身内の人を
が殺害されたらっていうのをよく言われるんですけれども、まあ、確かに、まあ、それはもちろん自分の愛している人が殺害されたら、まあ、もちろん復讐心やこう恨みつらみいろいろこう怒りとんでもない怒りが湧いてくると思いますが、もう一つやっぱりそれプラスその、まあ、身内の人が身内や、まあ、自分の子供ですかね、僕も娘がいるんですけど、娘が殺されたらと考えるんですけど、もしかしたら娘が殺す側になったらっていうのも僕はよくということも考えまして、そしたらどうするのだろうっていうのを考えて、で、まあ、自分もそうですね、こう自分がする側になったらどうなのかなっていうのを考えるんですけど、で僕今日この午前中に一本プリズンエクスペリメントっていうのを映画を見たんですけど、まあ、その中で、とても興味深いセリフがありまして、まあ、一人そのプリズンエクスペリメントっていう映画は、まあ、そのスタンフォード大学で行われたアメリカの、まあ、その牢屋の中の監視と囚人をこうシミュレートし、学生に監視役と囚人役を してもらって、実際にその場を作って、そうした時人間はそういうふうにこう家庭で作った場ですけど、どういうふうに動くのか、どういうふうに思うのかっていうのを実験したことを題材にした映画なんですけど、その中で一人、囚人の、もう実際にその十何年間、囚人として刑務所にいた方がその実験を見る側として参加してたんですね。でその中でその人はその看守をその実際に牢屋に行くときにとても憎んでたんですね。その看守っていうのがいわゆるもう本当なんていうんですか、無関心な、ほぼ命令するだけの人の心を考えてない人だったっていうので、でもその方がその囚人の方が実際にその監視側に回ったんですね。その映画の中にある時で命令する立場になったんですね。そしたらなぜかそこでその人はその命令することにあれだけ憎んでて監視の役を自分がなって命令する側になった時、その命令することにとても楽しさを覚えてしまったっていうのをおっしゃってたんですね。っていうのでやっぱそういう人間っていうのは絶対そういう、まあ、言ってみれば野蛮的な部分は持っていると僕は思ってまして、そうこう考えた時にこうやはり自分の身内が殺されたりとかを考えると同時にやっぱり自分の身内が殺したり自分が殺してしまったりっていうのも考えることも必要なのかなと思っております。ちょっとすいません、なんかこうダラダラと喋ってしまいましたけどそろそろ今日なんですけれども、その先ほど僕が、この映画を作るきっかけになった本を書いた原田雅治さんが、この劇場に来ておりまし、お越しくださいまして、今からちょっとお迎えしてお話をお聞きしたいと思います。では原田さんよろしくお願いします。じゃあこちらに原田さん、僕も死刑という本をね、だから初めて死刑について書いた時の本の時にも、その死刑の本文の中でもまあ引用させてもらっています。非常にやっぱりあの時代に読んだ本の中でも、衝撃的というのは、もう説明しちゃいますね、説明しちゃっていいかな。被害者遺族の方です、弟さんを殺害された、どうぞ。あ、弟さんを殺害された被害者遺族の方なんですが、当然その犯人をね激しく
まあ、憎むわけですね。もう死刑にしてほしいと。ところがその後にその犯人から何度も手紙が来たりして、まあ、最初はもちろん応じなかったんですけど、やがてその手紙に返事を書き面会してと、でそれを繰り返していくうちに、この人を殺すことに何の意味があるんだろうかとだんだん思い出して、でむしろ殺すべきじゃないんだと、そう思い至ったのですが、でなんていうのかな、陳情書もお書きになってんですね、死刑にしないでくれと。ところがそれは無視された。つまり被害者遺族の思いじゃないわけです。だからもしかしたら死刑というのは被害者遺族のためにあると思っている方いるかもしれないけれど、遺族の方が死刑にしないでくれと言っても死刑してしまうというね。で、処刑されましたその方、それでも、その後もずっと原田さんはね、その死刑について、いろいろこうおかげになったり喋ったりされてて、でも今日もたまたま普段九州ですもんね。でちょっとね、脳梗塞でちょっと数年前ですけどね、体調が悪くなって、でも随分元気になりましたもんね。はい、じゃあ今日これ初めて見たんですよね、この映画。はい、あ、そうか、はい、そうか、はい、でも感想をどうぞ。はい、どうぞどうぞ。もうはじめまして、大分県から来ました、原田雅治と言います。この映画は僕の本をモチーフにしたとされているあの映画で、すごくいい映画なんで、もう、過去にね、一回大分県別府の方で上映会をやらさせてもらって、その時に1回、その他2、3回、まあ、ビデオの方で見させてもらってます。見るたびにね、良さが分かってくるという、そういう映画なんです。本当にこの映画の、シナリオ、物語に惚れ込んでしまったような状況で、さらにまた、見たいかなと思っている映画なんです。本当に今日はたくさんの人たちに見ていただいて嬉しく思っています。本当にありがとうございました。ありがとうございます。そして原田さんには小木田経理の別府で、はい、お会いさせていただいて、で、そうですね、そう今、ご感想をお聞きしたんですけれども、その原田さんが現在の死刑制度に対して思われていることをちょっとお聞きしようかなと思います。今の死刑制度はそのものに対しては反対です。ですから僕としては若干、犯人に対しては今でも許すところまでは至ってないのは現実です。もう20年たつ、19年ですか、執行されてから立つんですが、いまだにその死刑になってよかったと、いけなかったんだという結論は至ってないんです。それは複雑なところなんだけども、なんで僕は反対するのか、特に今の、死刑制度の中にあるのは被害者の気持ちというのを受け入れてもらってないんです。どこも許してくれない。なのに死刑が先に、先行してしまって、執行されるっていう
もう、その、我々にはその内情とかそういったものは全く報道されてないにもかかわらず、極秘に、執行されておるわけです。執行された日にち時間そういったものも全く連絡されてなかったんです。そういう公開の前にもかかわらずそういう情報すらない状況の中での執行、これでは被害者の気持ちを少しでも国側としては受けてもらっているのか、決してそうでないんです。だからこそ死刑は絶対反対です。というのが僕の理由です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。